アマロックダブルキャブフロントアマロックはドイツの自動車メーカーフォルクスワーゲンが製造販売するピックアップトラックである2005年フォルクスワーゲンは剣道なピックアップ及びオフロード車種を構築する移行を発表2008年9月フォルクスワーゲンは創作救助車両のカラーリングを廃したロバストピックアップコンセプトを発表その後2010年1月に アルゼンチンで正式発表され、同年のダカールラリーで45台が使用された。2010から2011標準、衝突試験手順において、ユーロンキャップ4つ星を獲得。また、2011年2月には、オーストラリアの新車評価プログラムにおいても5つ、星を獲得している。生産は、アルゼンチンのほかドイツ派のオファーとメキシコでも行われる。 ボディタイプは2ドアシングルキャブと4ドアダブルキャブの2種。駆動方式は、シムケチとエンジン特性に応じ、FR、パートタイム4モーション、フルタイム4モーションの3種を用意する。エンジンは、コモンレール式直噴ターボディーゼルと、直噴ガソリンエンジンの2種の直列4気筒 2.0L が用意されるが、2011年発表の2012、モデルではディーゼルに、さらに出力を上げ、 ZF 製発足 AT を組み合わせたビトディ仕様が追加された。2016年発表の2017モデルではディーゼルエンジンが刷新され、新開発の V 型6気筒 3.0L が搭載された。イヌイット語で狼の意。ありがとうございます。